こんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今回はクロスシミュレーションのループ方法をご紹介いたします。そこまで複雑なことはしていないので、初心者の方でもできると思います。動画と同じ設定であれば、同じ結果になると思うので、慣れていない方は動画通りにやってもらえたらと思います。それでは始めましょう。まずは平面を追加して大きさと位置を変更します。コントロール A で全トランスフォームに適用します。編集モードに切り替えて右クリックで細分化を選びます。オプションで分割数を20にします。そして左端のポイントを選択します。オブジェクトデータプロパティの頂点グループでプラスを押してグループを作成して割り当てボタンを押します。オブジェクトモードに切り替えてオブジェクトを選択して演算プロパティからクロスを追加します。プリセットからコットンを選びます。シェイプ欄にある固定グループに先ほど作ったグループを選択します。コリジョン欄からセルフコリジョンにチェックを入れます。再生するとシミュレーションができると思います。次に風のフォースフィールドを追加します。強さを2000にします。再生すると風になびく感じになると思います。次にループさせるためのフレーム数を考えます。今回は60フレームでループさせようと思います。そしてループをブレンドするためのフレーム数が30フレーム程度必要になります。なので90フレームあれば良いのですが、シミュレーションの開始直後はまだ風になびいていないので、ある程度進んだところから90フレーム使います。なので今回は90フレーム目から使えるデータとして考えて、90フレーム足す90フレームで180フレームのデータを用意しようと思います。引き出すファイル形式は MDD というのを使用します。プリファレンスを開いてアドオンを選択して、虫眼鏡のところに MDD と入力するとアドオンが見つかると思うので、チェックを入れて保存します。そしてオブジェを選択した状態でファイルエクスポートで .mdd というのを選択してデータを書き出します。書き出したらオブジェを複製して、一つは目玉マークを消して非表示にします。もう一つは物理演算プロパティからクロスを削除します。そうすると平面の状態のオブジェになります。このオブジェを選んだ状態でファイルインポートで書き出した MDD ファイルを読み込みます。そうすると先ほどのシミュレーション結果の状態になると思います。画面を分割してノンリニアアニメーションというのを選択します。そしてキーアクションの横のボタンを押すとストリップができます。N キーでサイドバーを表示して下の方のアクションクリップを開きます。開始フレームは120フレームを使用します。アクティブストリップの開始フレームは1フレームにします。次にストリップを Shift D で複製します。アクションクリップの開始フレームを90フレームに変更して、アクティブストリップの開始フレームは31フレームにします。そして両方の自動ブレンドにチェックを入れます。そうすると斜めの線が入ると思います。タイムラインの終了を60フレームにして再生するとループしていると思います。最初に作るときはいろいろ調べて結構時間がかかりましたが、こうやってまとめると意外とすぐにできちゃいますね。ループに必要なフレーム数とかを考えるのは最初戸惑うかもしれませんが、何個か作ればすぐに理解できると思うので一度試してみてください。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。
それではまた。